ばんは、こんばんは、こんばんは、うん、ジュンズテクニカルストリームボリューム10も10回目ですよ、10回目ですよ。気がついたらもう10回目です。どうもこんばんは、ジュンズ佐藤です。山中です。やっ、終わりましたね、無事。この秋葉祭り、本気の秋葉詰まってますね。え、いやー、すごかったですね。本当に 2日間で1キロ痩せました。そんなに飲み食いしない方も確実に外で歩いて痩せたんだと思います。さあ皆様、今7人見てくださってますね、ありがとうございます。今回はですね、今までテクニカルストリームとかでちょろっと実験をお見せしたりしていたり、ちょっと紹介もしました、このライブユーパッド、純サテライトシステムのですね、今回この秋葉祭りでどういったものを使ってですね放送したかということをお届けしていきましょうかね。はい、基本的、じゃあまず純さん、概要としてはどういったものでやったことになるんですかね。まずそのこのベルサーベルサー秋葉原っていうのが、まあご存知だと思うんですけど、あの秋葉の、中央通りの、昔日通会館、なんか日通会館、タバコをいっぱいみんな吸ってた銀行の CD とかあったかな、はい、昔あそこに立ってるでかいビルで、でこう1階がこう、ここは何メートルあったかな、50弱ぐらいありましたよね。50メートルぐらいあって、でこれがその 3フロアですね、50メートルのが。で3フロアあって、で、この間の階段というのはですね、こうなってますくねくねでしたね。たぶん屋根が高さも5メートルぐらいあるのかな。そうですね、高さが5メートルぐらいあって、5メートルで、5メートルで、で、地下で、ここにまあステージがありまして、アイドルの、ライブがあって盛り上がってましたね。で1階がこういうあのいろいろですね、秋葉商店街、秋葉のこうお店がなんかいろんな店舗さんや店舗さんが出店してましたよね。で、3階が、まあこのいわゆる、まあ、スタジオですね、いろいろこう MC さんが喋ったりするところと、ここがヤフオク、ヤフオクやってまして、でこの辺にやっぱりいろいろ展示のヨーヨーのコーナーとか、巨大スクリーンでなんかスト2とかやってしましたよね。そう、ここで巨大スト2とかやってて、でもう一個、まあリアル店舗、この、秋葉商店に出店されてる、方の実際のお店ですね。でまあこれをこう、まあ、4つの場所を、まあ、つないで、行うっていうところで、まあ今回何人入ったのかな、聞いてないけど、相当放送を見た数は聞きましたけど、でも累計でも相当入ってましたよね。なんかとにかく放送が8万人見てくれて、8万人ですね、皆さんニコ生言う人で8万ですよ、ね、よほどのことがない限りはこんな人数は多分に、な冬で1万人何千人って言ったら多分もっと 2,3 万人入ってるのかな、ね、だって日曜とか時間帯によってはもう人を歩くの大変なぐらいでしたからね。もうとにかく始まる前からグワッと並んででこの巨大な会場をどういうふうに中継するかっていうところで、まあ最初は王道から考えたんですよ。ここ、まあ、通常はこう同軸ケーブルで結ぶわけですね。でまあ SDI で同軸で、まあ、基本的にまあ100メートルぐらいなんで、まあ、あの距離的には、なんとかまあここから50メートルあって高さがまあ5メートルだけどぐるぐる回ってるんで、まあ、回せなくはないんだけども、もう この部分の、ケーブルの配線だけでですね、多分死んでしまうんじゃないかと。とてつもなくそれだけで動力使いますよね。そうそう、でここにまだ防災扉があるんですよ。で防災扉があって、
でこの防災扉の間にはあのケーブルとか一切挟んではいけないんですよ。挟んではいけないと。だから防災と防災の間だけは無線にして、でそのこれでこの防災と防災の間だけは無線にしてまた上まで持っていくとかっていろいろ考えたんですけども、どうもあのそんなことをやっているととてつもなく大変な上になんか入っちゃってるね中にね。うん、まあ本当にケーブル台だけでなんかまあもちろん別々のケーブル引かないといけないんで地下と上とで、だからまあ何百メートルかの2本買うとか3本買うとかってなると、まあ、それだけでも大変になるので、どうしようかと思ったところですね、まあ実はここにパッチがあって、あそういうパッチがあってなんか BNC とキヤノンとネットのパッチがあって、はい、ちゃんとあったんですね。ちゃんとあって、あこれ使えるんじゃないかと、で繋いでみたんですけどやっぱり映らない、あれや繋がらない、あらでこれはどうしようかと思って、まだ王道がダメだったってとこありますよ、大きいですよね。そうですね。でそれで、まあ結局考えたのがもう全ての回線にバラバラに、光を引くと、もう地下1階、1階2階ですよね。そうですね、フレッツですね、まあ、100メガのやつを3本引いて、引きまして、で ここにですね、その SDI HDSDIを、その LAN1、まあ、インターネットに飛ばすやつをですね、2個置きまして、で2個置いてですね、でこちらのスタジオで受けて、スイッチャーでカメラとして切り替えると、あまさにインターネットの一つ一つつないでカメラとして認識されるんですよね。そうそうそう、ここはもう本当にインターネットワールドワイドウェブ、ええ、インターネットで、まあ要するにここが B1HF、まあ、2F と、まあ、2F がメインなんですけども、全部一回ここに行ってここに行って、2回でやると。でも おまけにこのリアルテンポの方も、ライブパック、はい、ライブパックで、これもインターネットに一回入って、でやっぱり2回に行くと、でまあそういう方向で、つなごうというふうにつなぎましてでまあなおかつその普通にスイッチングして切り替えてしまうと、はい、この同時にアイドルが歌いながら2階でこう商店街があって、3階でこういろんなゲームのイベントとかヤフオクとか行われていて、外ではそのリアル店舗の中継をしてるっていうので、それのこう臨場感を出すために、こう1枚の画面の中に、まあこうメインのものがあったとして、こういろいろこのなんだ地下だったり、はい、地下だったりその、その、まあ、店舗だったりですね、リアル店舗だったり、まあこれはスタジオだったりとかですね、同時にこう、映せる、マルチ、もうむちゃくちゃな字ですけどマルチ PNP、略してマルチピッピー、マルチピッピーをですね、導入してですね、見せていこうというところで、まあ見てもらった方が早いんで、百聞は一見にしかずですね、普通こうインターネットで、回線で飛ばすとですね、まあそんな画面綺麗じゃないだろうと思うんですけども、例えば代表的なところでですね、地下アイドルのちょっと ライブ流してもらっていいですか。これはこの B1 からですね、 B1 から、スタジオに、ネットを通して、流してもらうんですね。で、まあ、まあ全然こう遜色ないですよね。
綺麗に出てますね。有線でなくて、インターネットを通して、地下から、2階に通しても、このぐらいの、クオリティで、画面が渡せるってことで、これ本当にね有線でつなぐと死ぬんだよね。そうですね、それがネットだけでつなぐとこんなにポイントは全てインターネットを一回かましてる、ね、ドイツフロアであったとしても全部ネットをかまして、そうそう、全部ネットをかましてるっていう、アウトサキさんこんばんは、この前はどうもいらしてくださって感謝です。ジュンさん拝見しません、ね、サルトアキさんどうもどうもありがとうございました。この会場でお会いして、そしてで、そうですね、で実際に何に使ったかって、これです。 こいつがいわゆるちょっと取りにくい、こういうやつですね。これがですね、要するにこう地下と1階に置いたその SDI を、ネットですね。もう単純にこれをネットに挿して、でここに別に SDI でもいいし、別に HDMI でもいいし、何でも挿してあげれば、これを一応インターネット網に載せられると。でやつがこれですね。でこれ地下と1階とにおいて、結局なんか1階はもうライブバックでやってしまったんで使わなかったんですけど、地下は大活躍でしたね。もう地下はそうですね、地下は大活躍ですね。で、もう一つがこのライブパック。ライブパックはですね、ちょっとじゃあこれが何回もお見せしますけども、これそちらのカメラがで、これ面白いのがね、今回は伸ばさなかったんですけど、あっちに今チューナーが置いてるんですね。向こう側にね、ちょっといいんで、あれをこのそばまで持ってきて、はい、チューナー持ってくればいいですか。チューナーっていうか、それだけモバイルだけ、じゃじゃじゃーん、ね、なんかこう、別にここでも問題ないんですけど、こう一応5メートルぐらい伸ばせる動き回って窓際がいいって、もうあと5メートルって言って、流線で伸ばすこともできる。これ実際伸ばして活躍した時ありますよ。あと本当に、はい、ほんのちょっとだけですけど、今どうしても窓側に置きたくて、これ今3本になったり2本になったりするね、ここだとね、ちょっと不安定なんですね。だからこれ窓に置いとくと3本になると。でライブパック のカメラ側のやつなんですけども、小さくしました。この大きさですね、ちょっと見づらいですけども、いわゆるウエストバッグ。そう、ちょっと君ちょっとはめてみて、はい、あるかな。おっと、本当は、これ本当は本当は逆ですけど、後ろにはめるんですけど、ちょっとウエスト調整しよう、これってカメラの映像って生きてるのかな、ライブパックの。汚いとこ映してる。でこれがですね、こうかな、本当は逆ですけど、こうか。でここにバッテリーがついてまして、ここのバッテリー1個で、全部できるんで、はい、ここで、メーター見ながらチェックできるし、見ながらですね。でカメラのバッテリーもライブパックから取れるんですね。イエイ、だからこれで、ちょっと遅れてるんで、これ今映ってるのがライブパックですね、左上の方にね。お分かりかと思いますが、これはライブパックからうちのマシンに持ってって配信をして、こちらを映してもらうと、これがこちらでモニターできるね。今映ってるところこれがですね、大体、電池としては、5時間ぐらい。そうですね、5時間ぐらい大体持つので、大体5電中にですね、
午前中というか11時から始まるんで、まあ、10時ぐらいから電源を入れて、2時ぐらい、あ、1時ぐらいにバッテリー変えた。念のため1時ぐらいです、ね、1時ぐらいにバッテリーを変えて、でそれでもうそのまま終わりまでいけるみたいな、もう下に置いちゃってもそうです、ね、うん、なんで実際使ってみて思ったのは、一応温度の問題とかもあって、まあ、3、4時間に1回の交換にしましたけど、それでもレベルまだ2ぐらい余裕で残ってるんで、うん、限界いけば余裕で5時間、6時間いけると思います。でまあ、実際にちょっと どのぐらいのじゃあライフパックの映像になったかっていうので、本当はそういう、こうビルの中の商店とか回ったりしてるんですけど、お、あ、あるの、商店回ってるの、ライブ終わりから PMP3 画面っていう、あ、じゃあ先にオープニングの外っていうのをやってもらうと、はい、それでこれもライブパックで撮った画像ですね。ご覧くださいませ。これもね、こんな綺麗な画像ですね。今日と違ってもう快晴ですね。本当ですよ、はい、暑いですよね、はい、もうこんな感じで今日もどんどん盛り上げていきたいと思います、はいはいはい、今日は総合司会を務めます。なかなかこうモバイルでこの場所ってのは難しいと思います。モバイルで全く線をかまさずにここまでのものができました、はい、本当これモバイルユースの革命ですよ、はい、本当に、ね、ちなみに自分ジュンさん知っての通り、自分がいろいろ外の店舗とか回ってやったんですけど、よっぽど本当に屋内にでも行って、うん、普通だったら今まではもう大体なんていうんでしょうね、カメラと発信機が1個だったんです。そのカメラ自体が電波の悪いとこ行っちゃうと、もうザザザザザザッとザーなんですけど、これ自体をどっかにも置いておけば、もうそれこそ多少入り組んでても30メーターぐらいだったら、もうほぼ 100% と言わなくても 90% ぐらいこの画質が保てます ね。もっと大きくして大きくして、モバイルパックなの、うん、ね、これもポイントとしては、実際この撮影した位置は外だったんですけど、微妙な WiMAX の電波の狭間だったようで若干画質悪かったんですよ、うん、で事前にこれで良い位置をリサーチしておいて、いい場所に置いてやってこの画質を出せました、うん。でね、これなかなかインリン のガンマイクワダがすごいよね。これカメラに、あ、これがその風景ですね。やってる風景で、この時はキラちゃんがガンマイク持ってるのかな。なんでだね。実は君じゃなかったの。他当てて思ったんですけどね。おかしいな。いや、なかなかね、きれいに入ったよね。で、ジュンさん、竹原さんから質問です、はいはい。まあ、さっきも言ったことなんですけど、地下1階のネット回線のことについて、念のためもう1回解説を、はい、地下1階はですね、向こうでその通過目で、ステージを取りまして、でそれをミックスしたものの、SDI の映像と音声をこのこいつですね名前つけてないんですけどね、 なんで名前にしようかな。なんとかベース、なんとかベース、なんとかステーション、まあ、いわゆる、まあ、ベースステーションみたいなもんですよね。ね、本当に道の駅で、これアップになります。これで、まあ、こちらにSDI で入れてもいいし、まあ、HDMI で入れてもいいし、まあ、コンポジットで入れてもいいし。何でもいいんで、入力端子多いんですよね。入力はまあ日本で使われてるものはほとんど入るんじゃないですかね。まあ、ディスプレイポートとか入らないけど、とりあえずまあ一通り何でも入るんで、でそれでネットに片側をですね、挿してもらえれば、とりあえずこれでまあ別にどこでも受けられるんですね。たまたま今回は地下と2階でしたけど。別に大阪と東京だろうが、何場所の制限ないわけですね。場所の制限はないって感じで、まあ、地下と、2階ですねを、まあ、結んで、HDSDI で送ったと。そうなんです。先ほどさん、この図です。参考に、まあ、ちょっと見にくかったらフル画面してみてください、ね。それとルイデイ、こんばんは。まあ、もう一回ちょっと地下のはい、アイドル映像から 3P になるとか、 3P だってPNP3 画面とかあるんだっけ。じゃあそこを行ってみようかね。ルイデイ綺麗でしょう、うん、これすごいよ、うん。まあ、これはその地下からネットで2階に
上げた映像ですね。でここで終わったんで、コロコロ水深さん先でした。ありがとうございました。あ、これでこの上の左が スタジオで、右の上がこれがライブパックで、どっかあの秋葉のお店を回ってるところですね。ヨーヨーのヨーヨーのお店ですかね。でこれもポイントがあってですね、これもこの場所はもう YMAX の電波限りなくゼロだったので、うまーく窓際のいいところを探して、そしてこのさっきもちょっと見せましたけど、このケーブルをちょっとだけ使って延長をして回線を確保しました。今回はあの人数がなかったんで、リピーターの中継は持っていかなかったんですね。来てますよね。はい、もうすでに来てますね。はい、あそこの店、あ、大丈夫です、はい、大丈夫ね。最近こういうの多いね、なんかね。本当ですね。途中で切れるって、ね、見えてますか、皆さん。皆さん見えてますか。それをカルチャーゾーンから来た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 、よかった。でまあ、あのこうでまたそのこういう3つですね、今地下と2階と外とっていうのを同時に見せるのって、こういうことできるスイッチャーはないわけですね、今世の中に。あの、まあ、もちろん高い金だとかとんでもない金ですよ。あるんだ。あ、これお店のところちょっとある。これもこれ厳しかったよね、はい、奥の方に入り込んでるのかな、お店が。これも本当に かなりこれ悪条件だったと思いますね。で実際窓際って言っても、その窓の外は本当に道路の面してたわけじゃなくて、若干ビルとビルの隙間みたいなところだったんで。なるほど。あの結構綺麗出てるね。一応19210820ですからね。じゃあこんな感じでですね、あの当日はライブパックで中継始まったわけです。ちょっと今から我々がレポートするのは、はい、ヨーヨーショップのスピンギア、まあ、終わるところで、はい、ちょっと手のありますね。見てみましょう。お笑いさん、ヨーヨーすごかったというか、このゴールドダッシュのお二人もすごかった、本当に。やっぱりなんかこう、こういうプロの役者さんとやらせてもらうと勉強になるね、なんかね。そうですね、すごくね、やっぱ場数が当然違いますもんね。ね、でまあ とにかくあの秋葉がですね、電波がもうひどいひどい、混戦当日ですね、そのもう一つのグループがその IDX さんの60何万かするこういう、うん、あの5ギガ帯の、うん、あの HD の無線のキットも持ってこられたんですけども、通常まあ60メートルぐらい軽く飛んで揺れていくみたいな、ね、あのオリンピック あの会場でこうみんなこうやって持ってるカメラの後ろにこのアンテナつけて、はい、あの競技場の中こうやって歩き回ったのあるじゃないですか。ありますね。あれですね。あれですね。すごい、あれを持ってきたんですけど、あの砂嵐になって使えない使えなかったっていうね。混戦っていうかいろんなのが混ざっちゃってるんです。電波がむちゃくちゃでですね、使えないと。でその中でもライブパックは生き残ってね。そうですね、最後までちゃんと。だあの本当はその IDX のずっと、その要するに外の、お店を行く時以外はあのその IDX のでやろうっていう予定だったんだけども、結局それがもう使えなくて、全て結局1回もライブパックに、ね、持ち歩いてみ、あのカメラが動き回るのは全部ライブパックでやることになったっていう。IDX のやつよりも強かった。にマスク買っちゃうとはちょっとびっくりでしたね。強かったっていうね。いやまあでも一番の敵はトランシーバーだったね。トランシーバーがですね、いや後でね、あれやってる最中気がつきゃよかったんだけど、あの画面がこうおかしかったり音がおかしかったりする時ってトランシーバーで一生懸命、はい、あマイク今じゃあ渡してとか、あの地下のライブに行きますとかって行ってとかってこうやってインカム代わりに使ったトランシーバーでね、はい、あれがなんか出力が5ワットくらいあったから強力なものでした、ね、強力なやつだったから、あれでこう喋ってる時になんかね、どうも画面が乱れてたみたいで、まあ、やっぱあれがやっぱり多少干渉しちゃうんですかね。あれだってこうやってあの水の横あれでさ、お湯沸かすの売ってるんやで。あ、そうなんですか。トランシーバーのこうあれも BNC でカチャッとつながってるやん。あれ外してポコッと差し替えて水の中に入れてギューって押したらブクブクブクってブワーってなんかお湯沸くの。お湯そんなことはできんですね。いやもう本当にだからこの辺で喋ったら脳みそ沸騰してくるんじゃないかっていうぐらい強い。だって電子レンジなんかもそうやからね。あ、だって電子レンジって 2.4 ギガでしょ。
あ、そっか、そうです ね、ちょうどあの Wi-Fi とあの監修するから電子レンジあのつけるといきなりあのネットの電波止まるでしょう確かに急に弱くなるか止まりますよ、ね、そうそう、もう電子レンジなんかものすごい強力だからあれだけこう電磁波をね、はい、シールドしててももうダメなぐらいなんで、そう、竹原さん5ギガ帯で5ギガ帯で落ちちゃったんですよ、まさかのプロあれもプロ機材ですもんね、完璧 IDX は。いや、もうそれはそうね、もちろん定番中のプロ機材ですもんね、うん、もうあれさえダメだった。そんな中こいつは配信できたわけです。これはね、なかなか偉いですね。で基本この2セット、この2セットですもんね。この2セットですよね、今回は ね、だその間に本当はまあリピーターを入れていけば、もっとどんどん伸ばせるっていうところですね。だそれこそ今回その、うん、いわゆる秋葉のお店で比較的行ったお店はあのいわゆる中央通り沿いも多かったんですけど、あとの数店舗さんはいわゆる秋葉にちょっと詳しい方だったらご存知かもしれないザコンの中だったんですね。ラオックスコンピューター館でしたよね、あの名前は昔はね、ザコンって、うん、まあ、今はちょっといろんな店舗さん入ってるところなんですけれども、カルチャーセンターだっけ、秋葉カルチャーズゾーンだったかな、カルチャーズゾーンか。でもうやっぱりあそこっても非常に中入り組んでてですね、と携帯の電波も若干弱いようなところがあったんですね。だあれ以上さらに複雑なところになっちゃうと多分リピーターが必要になってきますね。でもあれはね、あのカラオケ屋さん、はい、シダックス、シダックスさんじゃない、あのこんなロボットが、ねうん、ロボットが前にあれ結構奥まで行ったけど大丈夫だったね。そうですね、あの中央通り沿いにポンと置いて確保しててもらって、うん、あのゴールドダッシュのマネージャー様ありがとうございました、見ていただいてて、何スーって入ってて、やっぱり高いとこが厳しいね。1階だと1階とかは電波強いよね、なんかね、高いところはどうしても WiMAX の場合だとちょっと弱くなっちゃう。 WiMAX、 うん、うん、まあ WiMAX どこももう、まあ、WiMAX は特に弱いかもしれないけども、とにかくあの モバイル系はこう高度に弱いね、なんかね、やっぱり下で使うのが前提になってるのかな。だから高層階になってくるとまたちょっと別のものを考えないといけないかもしれません。まあうん、この前でもなんかあのスカイツリーでの上でも携帯が使えるようになったとか、あの600何メーター行ったね、なんかね、まあ、多分なんか切れるね、切れますね。そう、当日ね、あ、戻った。皆さんすいません、ちょっと今日ネットの調子が若干悪めで、たまにプツプツ、あら、もう一回押してみて、切って、うん、あははは、は本当だ、切れちゃった。あ、行った、行きました、うん、戻りましたか。戻った。まあなんかこうとこの当日もね、はい、ちょっとユーストがしゃっくり現象が起こってこうやってこうしゃっくりなのね。前にも一時期やっぱりそういうのあって、ワウワウさんのチャンネルがこうなんか、あ、なんか言ってますね、しゃっくりなってる時期があって、皆さんお待たせいたしました。うん、その時はしばらくしたら治ったんだけど、サーバーが最近またちょっと何かね、はい、昨日も調子悪かった、ね、そうですね、まあ戻ったに戻らなかったんで、ログインできないとかね、なんかいろいろあったみたいでねえ、ルールそうちょっとプチプチ落ちちゃうんだよね、原因がさっぱりわからないんだ最近ね、なんで落ちるのかよくわからないねどうもどうも見てくださってる。あー、やっぱり後崎さんちょっと途切れますか。そうなんです、こっちもテストで見てるとこがちょっと途切れるんですよ、まあ、まあ今回仮にそのもし線が引けたとしても人数がやっぱり相当来てたでしょうし、かなり線の引き方ちゃんと考えないと優先じゃ厳しかったでしょうね。まず1日目は放送始まったのが夕方になったよね。そういうことですよね完全に線引きだけでどんな時間かかるんだみたいな、まあ、もちろん前の日から機材持ち込んでたけど、いやちょっと無理だったよね。これはネットでやったからこそまだ短時間でね、 2,3 時間で配信まで持ってきたけど、まあそうですね、こちらにまあ
ちょっとあのウェブの方を見てもらうとこの貼ってますけど、はい、ぜひぜひ皆さん、ジュンズ TV のサイトでご覧ください、詳細載っております。本当にネットでやるのといつもみたいにこうケーブルはわしてそれを養生テープで留めながらやるのでは、もうこれはもう手間の違いたるや恐ろしいものがあるって感じですね、はい、それこそやっぱりケーブル、やっぱりそもそもああいう SDI のああいうケーブルってそもそも重いしかさばるじゃないですか。やっぱりあれがない、変な話ないだけで機材車の大きさも変わってきますよね。そうね、あれは結構重たいよね。よくねなんか動画盗まれたりしてるけど、はい、まあまあいや銅の塊だからねそうですよ ねせっかくなん でマルチピッピーっていうのがねなかなかいいのできたんで、はい、今回のこれ、ね、もう一回弊社オリジナルソフトです。マルチピッピーから、地下から MCA っていうのがあるんだっけ。ああそっか、そうですね、それはまだ出してなかったよ ね見てみましょう。見てみましょう。どうぞ。どんなんですか。地下から MCA、うん、地下からああこれか、はい、いやーすいません、地下アイドルって一体何がいるんですかねでもカメラマンさんがプロですね完全に。はい、そんなブリックバイブリックさん12月12日に CD でメジャーデビュー。お、しかもメジャー。はい、最近デビューだからメジャーだったりとか、はい、これからも彼らに注目していただきたいなと思います。よろしくお願いします。ライバルも引き続き見ていただいて、はい、まあ、通常ピクチャーインピクチャーって名前の通り絵の中に絵しか入らないんで、もしちょっと時間に余裕があれば自分の方に、私から、はい、でもこれはこう2つの絵がこう右と左に分けられるんで、そのピクチャーインピクチャーみたいにこう一つの絵の一部をこう殺さないですなっていう、うん、でこれって配置とかも変えられるんですよね、このソフトは。配置は自由に変えられる。多分これからあの丸とかなんかハートとかあの縦長とかいろんな形で抜けるようになるんじゃないかと。皆さんこのマルチピッピに関するお問い合わせはぜひぜひ私どもまでお問い合わせお待ちしております。まあ、いろんな使い方があるかと思いますけども、ルールやっぱりテスト配信昨日同じ悩みあったので、そう昨日後で、まあ、ちょっとニュースでもお知らせすることがございますので、昨日某所でちょっとですね弊社マシーンをちょっと設置しておりましたが、その大変ユーストリームさんに縁があるところなのに悩まされておりました。本当だよね。あそこは特別な会社だよ、お膝元のはずなのに。そう言われてもそうだ、ね、あんなに会社に悩まされたことはなかったんですが、ね、どういうことだったんでしょうか。あそこでダメっていうともう全部ダメだね。ちょっと困っちゃいますよね。うちのお客さんもダメだったもんね。そうです。ねえ、何だったんだろうね。そうだよね。アイドルの下の煽りっていいですね。まあ、もう定番のアングルですよね。アイドルの下からこうやってカメラで、まあね、ギリギリね、ギリギリそういうこうちょっとクレームにならないこう際どい、ね、見えるか見えないかのところですもん ね別に見えても中見せるようなパンツ履いてるだけなんで、ね、絶対履いてますからね。履いてないんだけどね。無線化はどうしても業務用レベルでいうと長所も短所も多いんですよね。悲しいかな。まあでも業務用もね、民生用も結局同じ法律で動いてるんで、その免許が必要な特別なのがあるにしても、例えばワイヤレスマイクに、いや今回思ったのは業務用だからってね、増やしてしまったらね、それでまためちゃくちゃになる。そっか、逆に、あそこめちゃくちゃになっちゃうんだ。だって空き場がめちゃくちゃなのって、うん、要するにあのワイヤレスの A 帯ってあるでしょ、うん、で A 帯ってのはあの一応免許というか、まあ、申請が必要で、うん、毎月マイク1本あたりいくらとかお金払ってやるんだけど、もう全ての店が A 帯の申請してて、でもう本当にソフマップから何ならかんだら全部 A 帯のワイヤレスマイクでやってて、でもちろんあのこのビルだけでビルでも2階と地下でその B 帯をこう4波ずつぐらい使ってるわけよ。だいたいあの6波ぐらいしか B 帯ってこうないのに、それを同じビルの中でこう10本ぐらい使ってて、で周りのビルで A 帯をもういろいろ使いまくってて、でまあおまけにまあなんか下でね、いろいろこう食べ物屋さんとかなったらレンジも使うし、そうですね、あともう秋葉なんでこう不思議な電波がこう得体の知れないものを飛んでるって聞きますよね。電波が飛び回ってるしおまけにやっぱりみんな モデムとかね、モバイルルーターとかみんな持ってるでしょうしね、多いんでね、もう あんなにまあ厳しい電波環境のところは
まあ、そうそうないんじゃないかっていうね。やってみて思ったのは、ある意味1回目の実践投入からして結構極限なところでしたね。本当にあのアルプスの山頂か秋葉原かみたいなぐらいそのなんかねこう、うん、ものすごい究極だったね、なんかね。っていう秋葉でもこれぐらいのクオリティが出せたので、そういった電波の心配があんまりない場所ではちゃんとこの電波さえこのこれに来ていれば問題なく配信できるということです、ね、もう一回じゃあちょっとオープニングの外のね、はい、あのライブパックの画面もう一度ちょっとライブパックの映像見てもらいましょうか。しつこいですけど同じのいいですか。有線ではありませんからね、これはライブパックで、2階に飛ばしてるんですよね。なんと今日は2日目です。皆さんもしちょっとあのパソコンのスペックに余裕があるとぜひ全画面で見てみてください。なかなかモバイルルーターで、ね、こうモバイルでこの画質で配信するのって難しい、ね、しかしこの楠山編集長とルシャニャンは頑張ってましたね、2日間。ルシャニャン可愛いですね、うん、ファンが随分なんかいらっしゃいましたね。君どっちが好き？どっち？編集長とルシャニャン。編集長がやっぱり、まあ、ちょっとここあえてコメントは編集長らしい、ね、呼び込んでもらってもよろしいですか。そうそうルール、そうなんだよ、電波地獄で開けば本当に本当に電波との戦いかもしれない。明日の電波地獄に行くんやけどね。ああそこ違った。どうもよろしくお願いします。完全に僕らのコンビ名忘れられてたパターンですよ ね、 ね、別にあの要するにこれあの電波だけどブロックノイズが出てないでしょ、ま、全く。そうですね、うん、だ普通さっきみたいにシュッてズームしたら出てきますもんね。もうブロロロロロロになるんで何も覚えられないんだよ。まあ、その辺がね。あとあの今のゴールドダストの裏側斜め線見てもジャギが出てませんもんね、うん、どんどんなかなか変わりますね。だこれぐらいのものをですね、秋葉原っていう、もう極限の場所でさえ出せるわけですから、まあ当然いろんな場所あるかと思いますが、そういったない場所でしたらかなりの高画質、そしてこの配信の画質は 1920×1080 で2階に送ってるんですよね。で配信もその画質ですので、宅の絵なんか出して、まだ、ああ、これですね。まあここ見てもぐちゃぐちゃなんだけどねよく分かれへんから、ね、でこれの配信を一手に受け負ってたのはユーストボックスですよね。ああそうです、ユーストボックス、ユーストボックス、当然ユーストボックス、はい、これですね、ユーストボックスですね。でさっきあちょっと1枚前の写真も、あこれですね、こうやんな感じでですね、そうですね、渡辺さんがこれ向こうでマルチピッピやったのね。こんな感じでですね、配信を行っておりました、はい、ね、まあいろいろぐしゃぐしゃですね。あれ半分ぐらい使ってないですけどねちなみに今これ写ってる写真がですね、スタジオを弊社ボスのが写ってる写真ですね。これは最後にお疲れ様でしたで終わった時の不思議ですね、ソフマップさんとね、順番がなんか不思議な光景でしたね。まあでも並んでる会社自体が不思議やけどね。ミヤネ屋の中継よりは明らかにいいと。本当ですか、ありがとうございます。何ミヤネ屋って？あの情報番組です、あのミヤネさんの。分かんないよ、ね、あこんな感じですね、2階は。これでももうちょっと空いてる時でしたね、混んでる時はもっと混んでたので。いやちょうどこの写真の右側でストリートファイター2とかやもう何百インチも夢みたいな光景ですよこれこれはかなり会えた人は幸せだったと思います。ちょっと番外編ですが、これは1階ですね。 あのね、あのなんだっけ、あのなんていうんだっけ、あの車のやつ、屋台じゃなくて移動、いやあのそばにいた時なんか来てた、キリキリキリとかトトなってたの、なんでしょうね。あ、じゃあ何かあったのかな、何か調理機材はあったのかな、うん。ルーデ、YMAX の回線速度はどれぐらい出てたのでしょう。もう分かりません、いろいろ、いろいろですねもうそれはもう場所場所で多分違ったんで。そうなんです、実際1本の時でもちゃんと来てた時もあったんですよ。で、うん、3本の時でも稀にあれ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 って時があったので、多分まあ平均して2メガぐらいあったのかな、2メガ BPS か、低い時は700、800の時もあったかもしれないね、うん。まあ何か他にまだ出してないのってあったかな。出してないの？うん。あ、
動画ですか。動画。動画、ヤフオクからという。ヤフオクからライブで。ヤフオクもやってて、これは有線で100メートルぐらい伸ばしたか、ね、カメラから、地下に行くってやつですね。リアルヤフオクですね。リアルヤフオク。応援してます。お願いします。盛り上げてください。ちょっとだけ慣れた。さっきこれで仕事してた。そうなんです。はい、でこっちもなんかどん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 地下ライブが始まってきたみたいなんで、はい、ここは優先どうしたらいいの、怖いな、はい、ニコ生主でしたっけ、生主だしね、ゴーこうやって地下に近いってやつ、テレビみたいな本当ですよ、ですよね、いやー、オタゲーってほんと全身運動だよな。秋葉系のスポーツジムとかやったら、あー、オタゲー講習会ですか。いやいや、まあ、いやオタゲーでちゃんと体を鍛えて、あオタゲーエクササイズですか、こういうあのキレはすごいと思いますよ、本当に。いやでもなんか秋葉はちょっと しばらくね、あまり行ってなかったけど、今回どうでしたか、久々に行ってみて。いや、その違う秋葉に馴染んだ。あ、そっか、潤さんが知ってた秋葉とはまだ全然違うわけですもんね。まだ切れた。あ、本当だ。いや、あとアーカイブで見てもらえばいいから、もう気にしないで、ね、配信もし繋がしたら配信はあのアーカイブでも上げますので、ぜひぜひご覧ください。ユーストでもニコ生でも、あ、ニコ生じゃなかった、 YouTube でもご覧いただけるかと思います。ほんと最初はこういうオーディオの街だったら秋葉ってね。あ、それ何年ぐらい前ですか。いや、僕が子供の頃だから40年ぐらい前ですね。そう、もうこう店ごとにこうスピーカーの大きさで競い合ってて、こう壁とかにこうやって埋め込んで、こうこんなでかい、子供だったから分かんないけど、多分1メートル以上あったんじゃないかな。店ごとにこんなでかいスピーカーをはめて、そこでまた音を鳴らしてスピーカーで勝負してて、スピーカーか、ね、次は20歳ぐらいからはね、ラジオ会館にの一番上にピットインって NEC のショールームができて、で そこにガーッといろんな富士通とかね、いろんな会社の、お店ができ始めて、もう秋葉中がパソコンの街になって、今はねこういうもういろいろなね、大人のおもちゃから何でもありますよね。もうフィギュアから何でもあるっていうね。いやー、すごいすごい。上り最速、そう、上り最速2メガだったらある程度の配信は結構できますよね。だってこの前のワウワウの大阪ガスの配信の時も何メガぐらいでしたっけ。あの時はもちろんその実際に使ったのは2メガぐらいなんだけど、フル HD をね、やっぱりまともに出そうと思うとね、8メガは欲しいね。8メガ、うん、でこの前8メガで2日やったら67ギガぐらい使ってし、7ギガバイトぐらい使ってしまってOCN から解約しますって、規制がかかりそうですね、連絡来たんやけど、1日やると30何ギガいく、何ギガバイトの転送量になるんで、8ギガバイトは、まあ、一応 YMAX はね、8ギガで別に送料規制ないんで大丈夫だと思うんだけど、くらいですよね、モバイルで送料規制ないのは、うん、まあ、理想的には 8GB あると、まあほぼ理屈から言って H264 の 8GB っていうと MPEG-2 の 16MB ぐらいなんで、ちょうど地デジと同じになる、その帯域として、まあ、だから地デジとまあ同じ、だけの情報量を、まあ、8MB あれば送れると、まあ、ユーストでというかインターネットで、ね、ああ、インターネットで、はい、ということで、でまあ秋葉のことに関しては このぐらいになるんですけども、秋葉のことに関しての質問は大丈夫ですか。なんかございますか、秋葉のことに関する質問。ライブ U パックは私外に出回っておりますので。ライブ U じゃないですか。ライブパック、ライブパックの、そうです。でまあノウハウたまりました。今後ですね、今回なんとかこう第一段階を、すごいねこれ。一回まで全部消したんですよ、モノモノ映ってたの。なんかこう締めてる。これがそもそも交換時期ですね。なんかね、猫いるしいっぱい。ね、でですね。
まあ今後はですね、これをこう発展させていってですね、でまあこれの次今後の件に関してはまた次回にやろうと思うんですけども、はい、ちょっとまあ振りだけの部分でそのインターネットで結ぶっていうところを、もうちょっと発展させてですね、やっぱり前からそのユーストリームだと全員に見られるから、はい、まあ、内々でやりたいとかっていうのもあったり、はい、ね、何回とかでやりたいとかっていうのがあったりしたんで、今一応ですね、こういういろんな会場をですね、まあこれを結んでですね、で、まあ、例えばこの間を VPN で結ぶんですね。で VPN で結んで、まあ、例えばここで、社長の訓示かなんかわからない、はい、あってこれをいろんな、まあ、会場で見るっていうんだったら別に、これはもう全く外側からは見れないんで、はい、でそれもこちらの今のサテライトシステムで OK で、あとはまあこちら側でですね、まあ有名な塾の先生が講義すると、はい、で日本中にのこういうサテライトの教室でですね、生徒から質問とかがあった時にですね、生徒の顔のカメラをこちら側に送ってまたこちらに移すとか双方向ですね、双方向で、で、まあ、そういうのをこう、まあ、全部 VPN の、その暗号化された、環境の中でこういうまあ、動画転送 の、 システムをできるやるっていうのと、この場合はですね、例えばこちら側に4つカメラを置いたりもできるの、ね、4つカメラを置いて、こちら側でスイッチングで切り替える、この例えば、まあ、ここ生徒の顔だったり、まあ、なんかよく分かんないんだけど、で4つあって切り替える、まあインリンの好きな例えばサーキットでもいいよ、なんか、はい、第1コーナー、はい、その中のフロントのストレートとか、はい、S 字のところとかがあって、はい、でそれの4台のカメラをスタジオ側で切り替えられるんですね、スタジオ側で切り替えるって、でそれを今度ユーストリームで、配信するとか、そういうことも聞きますよ、ね、うん、そういうこともできたり、まあなんていうんですかね、逆にこう、こちら側にですね、こちら側にこういうテレビがあって、でそこに対して、こちら側から、違うこう動画を送り出すと、これはですね、名前がついてましたね、ポンスケ、ポンスケ確かね、スケジュールのスケだったね、確かね、何か押すとこうその画像を配信できるとかっていう、立ち点で内々で見たいという問い合わせとか相談とかありますよ。そうなんです、それが本当に前からもういっぱい来てて、内々でそういう、まあ、例えば結婚式なんてやっぱりユーストリーム公衆的なところに載せにくいと、誰にでも流す必要ないですからね、うん、だからそういう時に、まあまあ、VPN がややこしければこう IP アドレスだけでやるとか、はい、まあ、あとはもう本当に VPN で完全に暗号化してしまって、はい、その外からは絶対見れないような形で見せるとかですね、しかもその片方向だけじゃなくて、結婚式だったらじゃあなんか九州の親戚が祝辞を述べるとかね、はい、でそこはその九州の人が喋ってるところの顔は撮って東京の方で流せる、画面ミックスして流すとか、その画像をバンとその会場で大きくするとか、そういうようなですね、まあ今ある意味こうテレビ会議システムとかで、まあやってるようなことをですね、はい、すごい、リーズナブルなでユーストで値段で、でユーストとあとはもう本当に通常の、ネット回線、はい、でまあやってしまおうというところに、なんとか目処がついてきたんで、でプラスね、リモートカメラで、この辺に例えば教室にリモートカメラ置いておいて、で東京の方からコントロールする、あそうか、うん、東京でそのリモートカメラをコントロールして、何々君が質問とかって言ったら、その何々君のところに合わせてブワッとズームして見るとか、そういうことが
だんだんできるようになってきてるんで、まあ、それは次回以降ですね。次回以降ご紹介していければと思います。またいろいろ紹介できると思います。かなり、画期的な動画配信ツールになるかと思います、はい、ご期待ということで、ご期待ください。このライブパックと同じぐらいのワクワクドキドキが多分ありますよ。もう活用方法無限大ですからね。これあくまでも今のは一例ですから。本当にそうです。まあ、じゃあこれは第2に続くので、なんか何か質問とかありましたら、ね、随時何か質問あったらお待ちしております。なんか今日プチプチ切れちゃうようで本当にすいません。ちょっとユーストリームさん頑張っていただきたいところですが、そんなん言うと怒られるかまあちょっといろんな原因あるかと思いますが、なんかマルチピッピのすごいところとかってこうポッと見せたられた時に、このスタジオの中をマルチピッピするとか、さてじゃあ、ですね、その間にジュンズのニュースをですねお伝えしようかと思います。来週月曜日オイルインライフでございます。あ、明日キネカ大森から8時からワウワウプラストさんのユーストやります。何だったかなタイトル、なんだっけ、すいません、松崎ブラザーズさんの映画検定、これもすごくてね、5階で電波ないからね、5階から1階まで1階にモデも置いてビアホンでイーサネットケーブルをね1階まで落としてやるとかね、もうなんかだんだんね離れ技が離れ技得意になってきた。なんかお時間あったらぜひぜひご覧ください。8時、8時ワウワウプラスとご覧ください。そして月曜日はいつも通りジュンズ TV でオイルインライフ。今日津田さんあり、津田さん戻ってきますね。おお、すごい。ゲストは岩崎圭さんです。はい、イケメンだそうです。なかなかイケメンで、噂だとうちの社長だと年が近いというような話もございますが、交互期待でございます。9時からですよね、9時からの予定です。そしてもうちょっと情報解禁の許可が出ましたのでお知らせいたします。もういきなり間に何も挟まないで、特に何もまだないかな。なんか一生懸命やってるんですよ。ほら、来たで、こんな形でこうね、これがこう別々の会場と思ったりしたんですよね。まあ、黒板見ながらなんかちょっとアップしてくれ、僕は一人別にインディでも何でもいいんだけど、これまあ先生ね、でこうこっち側がまあ教室だったりとか、まあいろいろとこう別々になってるの分かりますね。で、まあ、逆にこういうなんか3つの絵を大阪から東京に送って、もしくはそのサーキットから送って、第1コーナーと第2コーナーとなんか、メインのところでこうスイッチングしながらミックスしてユーストで、マドンナがね、できるとかですね、もうご期待ください。なんかこんなこともできてしまいます。マルチピッピ、はい、じゃあそして、はい、情報解禁お待たせいたしました。はい、お願いします。昨日からですね、皆さんユーストリームスタジオ渋谷ってご存知ですよね。ひまないの河合さんが孫社長にユーストリームスタジオ作りましょうよって言ったのをオープンしたスタジオでございます。私もその時にですねちょっとお話をさせていただきましたが、そこ近々ですね、まあ、というか昨日なんですけれども、機材を HD 化したんですよ。まあ今まさにうちで使っている AGAC160 とかものも入れたんですけれども、そこの配信マシンに弊社ユースト丼が採用されております。ユースト丼が採用されております。もうユースト丼って言えばもう原点なんですよね、ある意味。いやね、最初はユーストカーゴいるよって話だったけどね、はい、まあ、ちょっと変わりましたけどね。なんかちっちゃいのでそれぞれみたいなね、スイッチャーが50番やから、はい、全部コンパクトセットできた。でも画質綺麗だったね、はい、ね、昨日のテストで見てもね、ちゃんと昨日ですね、ユーストリームスタジオ、そうアウトサキさん昨日ユーストリームスタジオ渋谷に行っていたのはそういうわけがあったんです。ちゃんと1920×1080 弊社で配信しているようなクオリティでもきちんと配信できております。当然温度も問題ありませんでした。だったですね、渋谷スタジオでもですね、パナソニックさん、まあ、若干うちの機材と近いところもありますので、高画質もですね気軽に体験することができると思いますので、皆様渋谷スタジオ行ってみてはいかがでしょうか。まあ、若干というかかなり近いよね。スイッチャーもカメラもパナだからね、もうかなりの画質ですよね、カメラ同じカメラだし、
高円寺のアオドリユーストとかしないんですから。あ、そうかも、今週末か、アオドリユースト。え、な、アオドリ、アオドリ今週末です。ああ、ちょっと今のところはその予定を誰かしらがやってくれるので。あの、なんかあの泉谷しげるさんとかがこうライブしたりするやつ。来る、いらっしゃるんですか。なんか今日、あれ違うのかな、去年やってなかったっけ。それは下北。あ、多分誰かいらっしゃるでしょう、きっと。河合さんがするんですそしてですね、先週末はあのこの秋葉祭りでお休みをいただいておりましたが、内覧会やっております。やってますよね、きっと。やっております。14時17時。もう疲れ果ててるだってな、 あなたもう何日休みなしやな。もうずっと休みなしやもん。もしかしたらちょっとやってるかも、やってないかもちょっと知れません。やってますので、うん、気になる方はぜひぜひお越しください。 DV7G モデルもろもろユーストボックスももろもろございます。もしかしたらライブパックも見れちゃうかもしれません。いや、別に もしかしなくても見れます、ね、置いてるの大変失礼いたしました、うん、皆様今後期待ください。まあ、そんなわけでですね、無事この辺のライブパックとかもろもろですね、揃えて今年の秋にかけて、うん、ジュンズのユーストはだいぶ面白いことになってまいります、うん、来週とか再来週ぐらいこれをいろいろともっと詳しく発表できそうです。それ、ね、うん、なんかちょっと一回開けてあげて、なんかどこ開けますか。それこうチャックを開けて。こっちですか。うん、そう、これ恥ずかしい、こうあのね、こう裸というかね、じゃじゃじゃん、一瞬公開みたいな。これ見れるのってそうはないですかね。皆さん行きますよ。ああ暑いんですね。3 2 1ブレイク。あ、ごめんなさい、じゃあもう一度行きます。行きます、じゃじゃじゃん。3 2 1ブレイク。はい、はい、これでおしまいです。なんか何をもたぶってるのか分からないけどまあよ、うん、気になる方はぜひぜひ中野弊社スタジオまでお越しください。じゃあちょっとあの社長と私がカメラ変わろう、せっかくだから。はい、はい、いいじゃん、全然ない。はい、私マイクないし。レイレイありがとう、拍手、感謝感謝。ちょっと今年岡山行けるかどうかわかんないけど、まださあ皆さん、一つ目立ったところありませんか。目立った何か気になったところありませんか。ついにですね、あのジュンズ T シャツできました。ジュンズ T シャツです。女性デザインはこうです、男性は黒になります。さっきずっとボスの山中が着ていたのがジュンズ TV メンズ T シャツです。まあ若干人によってサイズがまちまちではございますが、こんな T シャツを着てですね、あの今後いろいろと飛んでまいりますので、こうご期待いただければと思います。それでは皆さん、また来週それだけ終わり。あ、ルイルイぜひおいでおいで、あのアルドサキさんもぜひいらしてください。皆さんお待ちしております。終わりなんすか。あとニュースってありましたっけ。さっきニュースっぽいニュースは結構言いましたけど、土曜日長野朝日放送さんがユーストボックスのパワーを導入してくださったんですが、長野朝日放送さんが土曜日ワウワウのうちが中継に行く番組のあと深夜12時から。そっか、深夜だったんですね。ユーストあまりアップにしないでください私は先日鼻をピーちゃんに思い切り噛まれて赤くなっています。何時から何でちゃうの。長野朝日放送のどこ、うん、と
後でツイッターで流します。皆様それをご覧いただければと思います。赤の T シャツはないですね、まあ、もしかしたらちょっと作るかもしれませんし作らないかもしれませんし、ちょっとまだそこは分かりません。赤がいいんですか。さきあるたさん、まあ、できない何色でもできます。そうです、ぬいぬい熱玉シートです。あれ冷えピタでしたっけ。冷えピタです、まあ、同じようなもんですけど社長死んでますが大丈夫ってすごい死んでますね。まあ、もしかしたらジュンズ T シャツ今後カラバリもあるかもしれないのでご期待ください。そんなわけでですね、あのジュンズテクニカルストリームボリューム10はですねこの辺で皆さんとバイバイのお時間でございます。来週とか再来週はここら辺がもしかしたら何か面白いものをお見せできるかもしれません。皆様こうご期待ください。というわけでスタッフはなっちゃん隠れた。みーちゃん、おい、おい。あの人は今日の最後にやることをやったよ。というわけで皆様また来週お会いしましょう。さようなら。ライブパック注目だよ、注目注目、これだけだからね、これだけでできちゃうんだよ、モバイルユーストの革命だよ、よろしく。何かが待っていると、呼んでいる気がしてI'm not afraid to die.